はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今日なんですけれども、アダプトゲンハーブについてお話をしていきたいと思います。アダプトゲンハーブっていうと、肉体的だったり精神的ストレスに対しての抵抗作用を持っている栄養素を含むハーブとして知られていると思うんですけれども、これまでもロディオラ、エレウテロ、アシュワガンダ、こういったところに対しての解説動画って個別では上げてきたんですよね。ただ本当にたくさんのアダプトゲンハーブ系のサプリメントが出回っていて、今言った3つの他にも高麗人参、マカとかシラジットとか冬虫夏草、甘草とか、たくさんアダプトゲンハーブってあるわけですよね。トレーニングをしている人にとってどれがベストなのかとか、エレウテロ、ロディオラ、アシュワガンダのそれぞれ3つの違いって具体的にどんな違いあるのっていう声をたびたびいただいておりまして、今日はアダプトゲンハーブのまとめじゃないんですけれども、今日はですね、ロディオラ、ロゼア、アシュワガンダ、エレウテロ、この3つについて作用においての違いだったり特徴っていうのを分かりやすく解説していこうと思います。興味がある方ぜひお付き合いください。で、今日はですね、アダプトゲンハーブの中でも非常に有名な3つについてお話をしていこうと思います。で、これまでもですね、個別に解説っていうのはしてきたので、興味がある方はこの動画の概要欄からそれぞれのテーマを見ていただきたいんですけれども、そもそもアダプトゲンハーブってどういったものなのっていうところで、一応アダプトゲンハーブの定義として言われていることが3つあって、摂取することによって無害なもの、物理的、化学的、生物学的ストレスに対して抵抗作用のあるもの、もしくは抵抗力を高めるもので、最後3つ目が生理機能を正常化すること。この3つの作用を含む栄養を持っているハーブのことをいわゆるアダプトゲンハーブっていう風に言います。エレウテロ、アシュワガンダ、ロディオラ、ロゼア、それぞれどんな違いがあるのっていうことをお伝えしていく前に、これら全てにほとんど共通して見られる作用っていうのがあります。これ2つあると思っていて、1つ目がですね、コルチゾールの分泌を抑制するっていう効果です。2つ目が免疫力の向上です。これはアダプトゲンハーブなので当たり前と言われれば当たり前だと思いますけれども、この2点に関しては今日ご説明する3つ、どのアダプトゲンハーブも作用を持っていると思ってください。で、じゃあ先にね、一言で表すなら、どんな違いがあるのっていう、もう結果から言っていきたいと思うんですけれども、エレウテロっていうのは疲労回復を求めている人におすすめ、ロディオラ・ロゼアに関してはトレーニング、もしくはトレーニングの質を上げたい人におすすめ、アシュワガンダは副交感神経を高める、リラックスさせたい人におすすめです。ではそれぞれ具体的にどういった作用特徴があるのかっていうのをお話しさせてください。まずエレウテロからお話をしていきます。で、最初なんでコルチゾールの分泌と、それから免疫力の向上っていう、この2点に関してもね、お話をしていこうと思うんですけれども、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、運動を続けていって30分から1時間を超えてくるとですね、コルチゾールっていうホルモンが頻繁に分泌されるようになります。で、通常人間の体っていうのは持ってる力の 100% っていうのを出すことができなくて、 70% とか 50% とかね、場合によっては 30% ぐらいの力しか発揮できないよっていうふうに言われてるわけですよね。これなんでかっていうと、持ってる力 100% 出してしまうと体に負荷がかかりすぎてしまって、筋肉が切れてしまったり、骨が破損してしまったり、その他体にとって負荷が乗りすぎてしまうということで、体が破損しないように出力の抑制をコントロールしています。で、まさにこの出力の抑制をコントロールしているホルモンっていうのがコルチゾールっていうホルモンでして、これが分泌されることによって筋出力が制限されると思っていただいて構わないです。なので、コルチゾールの分泌量が低ければ低いほど筋出力っていうのは高くなる傾向にありますし、あとはコルチゾールが分泌してしまうことによって筋肉を分解するトリガーにもなってしまうので、人間の体を構成する上でなくてはならないホルモンではあるんですけれども、トレーニングっていうところ、筋肥大っていうところで見るとあまりいい役割を果たすホルモンではないっていうことはもう皆さんもご存知だと思います。そういったコルチゾールっていうホルモンの分泌を抑制する作用っていうのはもちろんこのエレウテロにもあって、さらにね、免疫力の向上と、あと特筆すべきアダプトゲンハーブの中でもエレウテロが特に特化しているところっていうのが疲労回復作用になるんですね。エレウテロにはエレウテロサイド E っていう成分があって、このエレウテロサイド E って何かっていうとですね、脳内モルヒネとも言われるベータエンドルフィンという成分を活発化させてくれます。このベータエンドルフィンの分泌が活発化されることによって NK 細胞、ナチュラルキラー細胞って言われている免疫細胞とくっつくんですね。で、外的なストレスによって免疫力が低下してしまうっていうことを防いだりとか、と皆さんもエンドルフィンラッシュっていう症状、もしくはランナーズハイっていう症状聞いたことがあると思うんですけれども、こういった症状によってですね、疲労回復とともに疲労自体を感じにくくなるっていう作用もエレウテロは持っております。このエレウテロが非常に有名になった
事柄がありまして、1980年のモスクワオリンピックでロシア人の出場選手の記録が軒並み他の選手に比べて向上したっていうことがあって、その時にですねドーピングを疑われたんですけれども、ドーピングに引っかからない成分としてエレウテロを取っていて、ロシア人選手の記録がどんどん伸びていたっていうことを見て、他の国の選手もどんどん真似してエレウテロを取るようになったっていうエピソードもあったりします。他にもですね、特に極度の緊張感を感じるような状況においての体だったりとか脳に対してのパフォーマンス向上に効果的っていうエビデンスは多々ありまして、この動画の概要欄にもね参考文献として貼ってはおきたいと思うので、興味がある方ぜひそちらチェックしてほしいと思います。1日の摂取量としては 500mg、 多くても 1000mg 以内がベストなのかなというふうに思っております。このエレウテロをですね、ナフズっていうサプリメントメーカーで購入しようとすると1回が 500mg で250タブレット入っていて1400円ぐらいです。でこれっていうのは今日紹介する3つのアダプトゲンハーブの中では一番コスパがいいものになるっていうところも、まあ、特徴の一つとして挙げられるかなと思います。で2つ目がアシュワガンダ、これも非常に有名なアダプトゲンハーブですよね。もちろん先ほど言った通り免疫力の向上と、それからコルチゾールの分泌抑制っていうところは言うまでもないんですけれども、このアシュワガンダの特徴として副交感神経を優位に上げるっていう効果と、関節炎の予防にも効果的っていう、この2つがですね他のアダプトゲンターブに対してのこのアシュワガンダの特徴になります。で副交感神経向上させるのってどういうことなのっていうとですね、人間の自律神経って交感神経と副交感神経があります。交感神経が上がるっていうのはどちらかというとカフェインを取った時に起こりやすい症状で、トレーニングに対してフォーカスをしたり少しねピリついた感じで、まあ、気が高ぶっている状況です。対して副交感神経っていうのはどちらかというとその真逆で、神経脳内がリラックスした状況で、この交感神経と副交感神経っていうのは常にシーソーの関係にあるわけですね。どちらかが高くなるとどちらかが低くなるということです。このアシュワガンダは自律神経失調症、自律神経過敏の人だったりとか抗不安作用を目的として取られることも多くて、気が高ぶってる時に少し心を落ち着かせたりとか、あとは夜プレワークアウトでカフェイン取っちゃって目がパッチリして寝れないよっていう時にもテアニンに似たような作用なんですけれども、この副交感神経を上げるっていう点においてはアシュワガンダ非常に効果的なんじゃないかなっていうふうに思ってます。もう一つね、意外と知られてない関節炎に対する効果っていうところなんですけれども、アシュワガンダにはですね炎症を起こす原因であるヒスタミン成分を抑える抗ヒスタミン成分というものが割と多く入っていて、関節の炎症が原因で痛みを感じている人なんかが取ってみても非常に効果を感じやすいんじゃないかなっていうふうに思います。でこれも摂取量としては1日あたり 500mg が目安で、先ほど同様ナウフーズで買おうと思うと 450mg のタブレットが180個入っていて、だいたい1900円なので、先ほどのエレウテロに比べるとやや高いかなといったイメージです。でこれから解説するロビオラと大きく異なる点が、推奨すべき摂取タイミングなんですよね。これ副交感神経高めるっていうことで、どちらかというと夜だったりとかトレーニングの後に取ってあげるっていうことがいいのかなと思います。トレーニングっていうのはね、ある程度交感神経を高めてあげることによって効果的に行えることができるので、トレーニングの後それを落ち着かせるっていう意味で摂取していただくのがベストなのかなっていうところはあります。で最後にロデュオラロゼアですね。これも繰り返しになりますが、コルチゾール分泌の抑制とそれから免疫力の向上っていうのはもちろん持っていて、それ以外に特筆すべき点としては体脂肪の減少に効果的っていうところ、それから記憶力もしくは集中力を高める作用があるよっていう、まあ、この2つかなと思います。でアダプトゲンハーブで体脂肪の減少に効果があるっていうイメージってなかなかないと思うんですけれども、このロデュオラロゼアですね、まあ、特にそういった効果がありまして、どういうことかというと、摂取した脂肪分ってそのままだとエネルギーとして使えないわけですよね。リパーゼの働きによってその脂肪が脂肪酸とそれからグリセロール、グリセリンに分解されます。でこの脂肪酸が何かしらの運動だったりとか代謝によってエネルギーの原材料になるわけですよね。でこのロデュオラにはホルモン感受性リパーゼの働きを活性化する作用が結構強くあって、体内に入れた脂肪を脂肪酸に分解するサイクルを早めるっていうような効果があります。これ一つね、勘違いしてほしくないのが、脂肪をね、脂肪酸とグリセリンにたくさん分解すれば体脂肪が減るのかっていうと、そういうわけではないんですね。分解しただけではただのエネルギーの塊なので、トレーニング、まあ、有酸素運動がメインになるかと思いますけれども、こういった運動もしくは代謝によってそれをエネルギーとして利用することによって初めて体脂肪が減るっていうわけなので、ロデュオラを取ったからといって体脂肪が減って痩せるっていうことでは、まあ、言うまでもないと思うんですけれどもないです。で2点目の記憶力集中力の向上っていうところで、先ほどのアシュワガンダとロデュオラっていうのはある種真逆の作用を持っていて、アシュワガンダって副交感神経を高めるっていう風に言ったんですけれども、このロディオラはですね、
どちらかというと交感神経を高める作用を持ってます。なのでトレーニング前にね、プレワークアウトなんかと一緒に取ってあげることで、トレーニングに対する集中力を増したりだとか、あとは受験勉強とかテストとか、何かその一瞬集中しなきゃいけない事柄がある方にとってはプラスに働くのではないかと思います。ロディオラはトレーニングはもちろんのこと、勉強に対しての学習作用っていうところも結構エビデンスが濃くて、2014年に発表されたカナダの学生40人を対象とした実験で、ロディオラを取ってるグループと取っていないグループを比較して優位に記憶力が高かったですよっていう効果、エビデンスもはっきりしてます。摂取タイミングに関しては、先ほどのアシュワガンダとはまた違って、早朝もしくは昼間ぐらいまでなのかなっていうふうには思います。夜に取ってしまうと交感神経がね、過敏に高くなってしまうので、寝れなくなったりっていう症状が起きてしまいます。はい、ということでもう一度特徴を振り返ってみると、エレウテロは特に疲労回復に効果があるアダプトゲンハーブですよっていうことですね。アシュワガンダは副交感神経を高めてリラックスさせてくれるアダプトゲンハーブですよと。でロディオラロゼアに関してはトレーニー向けで、トレーニングをすることによって体脂肪を減らしてくれたり、トレーニングの質を上げてくれるアダプトゲンハーブですよという特徴があります。言い忘れたんですけれども、ロデオラも1日だいたい 500mg ぐらいの摂取がベストですね。なんですけれども、ナウフーズで購入するとすると 500mg のタブレットが60個入っていて1400円ぐらいなので、かなりね、上記の2つに比べるとコストは高いです。はい、そこがマイナスのポイントでもありますね。で、これ全てに共通するポイントで、摂取をするときに気をつけてほしい点として、空腹時に取らないでいただきたいっていうところですね。アダプトゲンハーブって非常に胃酸の影響を受けやすい栄養素でもあるので、食事をするときに何か他の食べ物と一緒に取ってあげることで、スムーズに消化吸収っていう工程を挟めるのかなと思います。あとは全ての人が取って害がないかっていうと、そうでもなくてですね、もちろんそれぞれのアダプトゲンハーブの栄養素によって微妙に違ってはくるんですけれども、妊娠中の方であったりだとか、あとは自己免疫疾患を持っている方、自己免疫疾患って自分の免疫機能が自分自身を傷つけてしまう症状なのでね、これを強くしてしまうと、もっとダメージが、もっと体に負荷がかかってしまう可能性があるっていうところ、あとは胃潰瘍の方だったりとかなんかっていうのは、こういったアダプトゲンハーブ類は避けた方がいいのかなっていうふうに思います。はい、ということで今日はね、アダプトゲンハーブいろいろある中で具体的にどんな違いがあるのっていうところをお話しさせていただきました。こういう動画が参考になったり面白いと思ったら、チャンネル登録、それから SNS でのシェアよろしくお願いいたします。もしこういうテーマ取り上げて解説してくださいっていうのがあったらね、コメント欄にどんどんいただけると嬉しいです。インスタグラム、オンラインサロン、ノート、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。